メリット勲章は、ジャマイカ政府によって授与される、同国第三位の勲章である。科学、芸術、文学、その他の分野で卓越した国際的功績を挙げた、ジャマイカ人、または外国人に授与される。定員は15名までとされており、また、同一年に受賞できるのは一人までと規定されている。受勲者は、基礎の配用と、継承、オナラブルの使用を許可され、 名前には OM のポストノミナルレターズが付加される。この勲章は外国の元首首脳クラスの人物への儀礼助勲にも使用されていたが、この機能は2003年に創設されたエクセレンス勲章へと引き継がれた。気章を深い円ジ色の樹で首から下げる中樹章の形式をとる。気章は白と銀のエナメル作られたで6本の腕と12の角を持つ星型で、 腕の先には、ジャマイカの国家輸送木の青い花が配されている。中央には銀字に金で、ジャマイカの国章が描かれ、その周りを囲む赤いリボンには、金色の文字で勲章のもと、He's at t o s e the truth comes into the i t が書かれている。ありがとうございます。